要人が来ることっていうのが理由なわけですよね。でそこで僕がお伺いしたいのは、じゃあそのサミットの要人がいっぱい来るのは分かるんですけれども、一方で通常からまあ影響を受けているその 1F の地域住民含めて何かこう差があるのかなっていうふうに見えたんですけれども。いや、もう 何もありません。じゃあ止める必要ないわけですよね。では止める必要がないと思うんですが、あの差があるから、あの止めるとか止めないではなくて、じゃあそうすると何が理由なんでしょうか。いや全体的なってその全体的なっておっしゃいますけど、あの普段から作業をやっているわけで、影響はみんな要するに早く異常は検知してほしいわけですよね、地域住民含めて。でも今回だけ止めるっていうことは、サミットの要人が重要だっていうことですよね。あの要人が通常の作業っていうのは、その通常作業っていうのはその運転をしたり監視をしたり、あのそれこそ冷却をしたりっていうのは通常の作業です。で今お休みをする作業っていうのは、まあちょっとざっくり言ってしまうと、あの建設をしたり、タンクの解体みたいなですね、まあ、そういったその通常の監視とか運転とかとは違う作業、それがお休みになります。 ですからそれは異常検知っていうのは、それは何で止めるんですかと。通常やってて、はい、通常やってることっていうのはね、何かあればすぐに分かりますよね。だって連続的に冷却しているときに何かあればすぐに分かる。ところが建設だとか解体みたいなやつっていうのは1時間ごとぐらいに現場が変わっていくわけですね。で何かあったときにやはり検知が遅れますよね。すいません、あのいろいろ見せちょっと今説明おかしいですよね、どう見ても。すいません、ちょっと見方ご意見いろいろあると思うんですけども、はい、そのサミット期間中ということを考慮して早期に異常を検知する、そういった観点で当社として判断したものなので、あのいろんなご意見見方あると思うんですけども、当社からの説明はそういう形になってしまいますので、そこだけちょっとご了承いただきたいと思います。それよくわかんないんですよね。いや要するにそれは通常のお知らせしなければいけない地域の方々への対する重要性とサミットの要人の重要性っていうのを差をつけているわけで、だから止めるわけですよね。そういう理解でいいですかね。そうじゃないであればもう少しなんかご説明が欲しいとこなんですけど。いや差がないにもかかわらず、その何も差がないにもかかわらずサミット期間中だけ止めるっていうのはちょっと、ま、全くその説明もならないわけで、一体全体じゃ何が違うのかなと。説明難しいですかね。ちょっとあの繰り返しの答えになってしまうと思うんですよね。わかりました、結構です。はい、申し訳ございません。はい、じゃあ宮島さん。あの川村さん、あのいつも貴重な資料ありがとうございます。私ね、これ4ページの海の2の丸4